ステクロフ数学研究所は、ロシアのモスクワにある数学を専門とする研究所。1934年4月24日、レニングラードで開催された、ロシア科学アカデミー総会で設立が決定された。ロシアの数学者、ウラジーミル・ステクロフの名を冠している。1940年に、モスクワに移転したが、元の建物は、同研究所のレニングラード部門となった。現在では、 独立した研究所となり、ストリート・ペテルブルク・デパートメント・オブ・ステクローブ・インスティチュート・オブ・マスマティクス・オブ・ロシアン・アカデミー・オブ・サイエンシズと呼ばれている。ストリート・ペテルブルク・デパートメントという故障は、あたかもステクロフ数学研究所の一部門であるかのような誤解を与えるが、実際には独立している。1966年、ステクロフ数学研究所からケルディッシュ。 応用数学研究所が分離している。セルゲイ・ソボレフ、ウラジー・ミル・アーノルド及びグリゴリー・ペレルマンらが過去に在籍していた。教育力も豊かで国際数学コンペティションの問題を作成することがある。ありがとうございます。